サマーズチャンネル、どうもね、うん、今日はあの2時始めも違う、それがリハーサルの時の音声チェックでギシャリショですっていうか早すぎて2時始めって聞こえたやつじゃないんですよ。ギシャリショです、ギシャリショですが早すぎて2時始めって言ってくる。お前は2時始めじゃないよな。ギシャリショです、そうそうそう、ギシャリショです、橋本ね、ギシャリ橋本です、はい、うん、忙しくてなかなかね、いやいやとんでもないです、うん、もう会えないの、メガネもね食い込んじゃって食い込んじゃった、結構食い込んで、食い込むタイプが好きなんですよ。ホールドしてる方がグッて、そうグッていう鼻パッドあるタイプが好きなんですよ、うん、なるほど、はい、グッてもうずれ落ちてほしくないんでお笑いに集中したいんで邪魔になっちゃうとね、邪魔になっちゃうと、ね、そういらないのよ、ありがとうございます、じゃあ一緒に、はい、よろしくお願いします、やろうということで、ありがとうございます、いつもいつもありがとうございます、じゃんじゃん、春の新作バーガー食べたい、あら、この食べるやつね、バーガーって新作っていろんなところから出てる、じゃあいろんな会社のやつってことかな、ちょうどまたこの時期に、うん、余計春の新作っていうの結構行く、バーガー食べる方、まあでも普段やっぱ銀シャリなんで、うん、おにぎりの方が確かにね、銀シャリでハンバーガーっておかしい、はい、そうですね、はい、ちょっと見られてるからね、はい、なんでパン食ってんじゃないかって、そうでもライスバーガー出るかもしれないし、ライスバーガーで、俺もバーガー好きなんだけど、はい、バーガーね、新作行かないのよそうか、定番ばっかり攻めるからね、そう、あの月1ぐらいしか食わないから、うん、もう定番で満足しちゃうという、はいはいはい、結局カップ麺とかね、カップ焼きそばもやっぱ定番うまかったもんね、だそれに勝つでやろうっつって出してるわけですよ多分ね、はい、うん、で残るやつもあるじゃん、たまーにだけど、ね、この期間だけ出すとかな、なのになくなっちゃうからね、新作出てインスタグラムに上げることに命かけてる芸能人たくさんいらっしゃいますからねいる、またこの季節がやってきたみたいな感じで、なるほど、結構命かけてる人いっぱいいます、それじゃ俺じゃあ3人の中では新作ちょっと手出すかもね、あそう、マクドナルドとかはマクとかでもはたまに手出しますよ、で美味しいってなってもまた季節限定やからね、いつか出るかも、いつかまたもう食べれなくなっちゃうんですよ、あでまた復活になるかが分かんないんですよね、なるほど、切なら食べ物です、グラコロとかね、あまだ一回も食ったことないよ、ね、秋とかに出てくる、出てくるやつ、月見バーガーとかそういうの、ね、そうそうそう、秋、秋ね、もう食ったことないそれをじゃあえマジですか、うん、ダブルチーズバーガーとかしか食ったここで一回、ここに一回いくつか食べましたよね、食った食った、サムライバーガーは、うん、ちゃんとお店でも買って食ったし、うんうん、じゃあどういういろんな会社の方が出てるの、今回は、6社ほど、各1品ずつ用意していますので、6社もあんの、全社出てるんだ、新しいのがあります、季節物が、季節物が出てるので、うん、それを一つずつ食べていただいてまた食べ比べ、食いたいっす、今ちょうど腹減ってきた、それ何これ、あのチャンピオン決めるやつ決めます、WBC のね、今今日ね、うん、まあその流れの日は違いますけど、うん、WBC のね、今日準決勝で、だからハンバーガーでちょうどいいんじゃないですか、明日アメリカを食らうぞと、あ、いいんじゃない、いいね、さっき配信されてる時は結果分かっちゃってるんですけど、ね、僕たちおかげでっていう、食らうぞっていうテンションいいかもしれない、ちょっと食らっていこうよ、はい、ではまず一つ目の商品、はい、こちらになります、マクドナルド瀬戸内レモンタルタルベーコンテリタマ、こんなのが、東京で食えんの、これ瀬戸内レモン使ってんのじゃあちょっと酸味があるのかな、タルタルはちょっと複雑じゃないこれ、確かにレモンだったりタルタルだったりてりたまだったり、そうです、ちょっと多いですね情報が、ね、あえて瀬戸内レモンを打ち出してる感じがねそうですね、全国でしょ、東京で食べるの、いや俺まずこのタイトルのが土地のもんだと思ったのね、そう、瀬戸内限定とかご当地バーガーみたいないや俺絶対お店だったら食べてないと思う、これ複雑すぎて、美味しいだろうな、でもレモンタルタルはもうなんかキャリーパンメパンメみたいな感じですよね本当だな、おめでとうございますっていう感じ、レモンタルタル、あ、結婚されましたよね、結婚されました、うん、あ、結婚したの、うん、ごめんね、太くて、うん、キャリーパンメパン、いや、そうだ、うん、レモンタルタル、レモンタルタル結婚キャリーパンメパンメとレモンタルタル結婚した、秒速で適当でしたねこれもサバーズですけど秒で適当でしたね。なんすかレモンタルタルと結婚するの。後でちょっと聞いてみるか。キャリータルタルなんすか。ちょっと甘いんじゃない？あ、かもしれない。甘いソースがちょっと苦手でもあったり。そんな選ばないかね。はいはい、あ、全然。切ってあんのか。あ、本当だ。もったいないもんね。よし、じゃあ行ってみよう。行きましょう。うん、うめえな、うまい、すごいレモンの香りしますね、してるね、ちゃんと、ね、
でも邪魔してない、あの瀬戸内レモンが来るね。はい、でもその間にベーコンの味とか、うん、あれこれ結構いけんじゃない、すげーうまい。あ、レモンがなんかわきまえてる若手みたいな感じ。わきまえてる、あ、黙るときは黙ってね。黙るとき黙ってる、うん、わきまえてる、わきまえてますね、レモンが。タルタルがうめえな。いや、すげーうまい、すごいっすね、うん、風味だけなの、なんかね、はい、ほんとこのいいね、かじるたびレモン感じる、うん、酸味は抑えめでね、細かく字で入ってるのでそれが多分変わってるんだと思います。うん、うん、やっぱ何回も実験してやってるからいいんだろうね、それ。そうですね、企業さんの努力っていうか、ね、優勝する可能性あるな、はい、うん、一回置いとこう、はい、うん、やっぱ一番目でかいな、一番目やっぱね、インパクトあるね、はい、腹減ってるし、はい、はい、モスバーガー和風馬だれの鶏竜田バーガー串切りレモン添えです。レモン添えってことはレモンかけんのかな、あえてそれもタイトルに入れちゃうぐらいの串切りって言ってそうですね、切り、ね、切り方さえもレモン添えじゃないんだね。だからたっぷりかけられますよっていう牛売りなのかな、牛っていうか牛牛の感じなのかなそれが牛なのかな、売りと推しでも牛なのか売りと推しでさっきのがうまかったからな、はい、じゃあ行ってみよう、和風馬だれ勝負だね。そうです ね、タレ大事ですもんね。うわー、結果モスバーガーうまいっていう人多いよ ね、 いいよね、なんかね、はい、ファンが、はい、すげえじゃん、これ串切りレモン挟まってるけど取り出すのこのまま食うの、絶対このまま食わないでしょ、取り出していただいてレモン後から、ね、かけるってことですか、もう食べていただいて途中味変で使えるので、2回目に、はい、でも俺先に行っちゃうかもしれないよ、まあ、それはお好みで大丈夫です。でも先に行った方がいいんじゃない、そうですね、うん、だってもう半分食ったみたいな、ただ持つとこう、ね、タレがついちゃって、うん、結構多めにいくの、結構絞れますよ、すげえよこれ、カスカスの味じゃたまに、はい、すごい、これすごい、やりたい人は最初からやるということだね。じゃあね、いただきます、手が今ね、レモンで、うん、ナイス、かけすぎかなあ、でも和風馬だれが甘いから、うん、なんかちょっと似てんね、照り焼きに味が、はい、あ、でも、あ、美味しいな、うん、美味しい、こっちの方がやっぱ和風なんで、そうね、その、我々舌に合いそうな感じしますけど、うまいな、甘すぎず、この竜田の、竜田、うん、揚げの感じもレモンが効いてるね、また、うん、レモンあって正解、これ、うん、うん、うまいな、うん、これうまいっす、うまいね、食わず嫌いっていうのあるね、やっぱり知らないね、何にも、うん、新作ってね、なかなか何にも知らないわ。さあ、じゃあもう決まった、決まった、はい、最初のが暫定ね、で今食べたのが挑戦者、挑戦者、うん、一応、うん、さあ、いいですか、はい、はい、せーの、お、お、いや、鬼皿多分暫定で行きはるなと思ってたんですけど、なるほど、あ、やっぱり、はい、反応でちょっと分かっちゃった、はい、なんとやっぱその安定してる最初の方がお好きだなって感じだったんですけど、うん、いやいや、うん、顔で分かっちゃうんだ絶対お二人一緒だなと思ったんですけどだから誰か一人ぐらいは上げても大丈夫だなって感じ、うん、ってことは、はい、三村さんの声ちっちゃかったもんね、なんか、はい、大谷さんもちっちゃかった、あんま美味しいってあんま美味しいよ、少し被ってる、はい、の中でのこうチョイスっていうか、はい、レモンも被ってたし、はい、そうだね、俺もだからこっちのタルタル勝ちかもしれない、と卵のやっぱり感じが、僕はこのちょっとこの何ですか、その醤油ベースっぽい感じが、うん、僕竜田の感じと甘ったるいやつからこっちになったんで、ちょっとすっかり、なるほどなるほど、まあ誰かは入れとこうかな、いやいやいや、じゃあ引き分けぐらいだったかな、引き分けぐらいですね、なるほど、はい、さあ、じゃあ次の商品になります、うん、続いての商品がこちらです、フレッシュレスバーガーのアボカドシュリンプバルサミコクリームバーガー、うわうわ、酸味を、高そう、これフレッシュレス美味しいよね、うん、うん、アボカドシュリンプバルサミコ、いくらするのこれ、これ690円、そりゃするよね、そうですね、シュリンプも入ってんだから、これ女性人気、結構うちのスタッフの中ではナンバーワン、まあ、スタッフの女性人気、女性人気ナンバーワン、女性アボカド好きだもんね、はい、うん、アボカドとシュリンプとバルサミコクリームが好きだもんね全部入ってる全部入ってる全部入れてるじゃん、
バルサミコとかお好きなんですか、沢松さん、お二人的な、その酸味が多分、会えば、はい、気にならなきゃいいかな、際立ちすぎるとちょっと癖があるじゃない、酸っぱいなみたいな、はい、お酢よりもね、はい、少しこう熟成感があるからね、うん、ただこれも良さそうですね、あエビちょうど見えますね、あエビ、あ見えてるね、はい、あうまそうだな、690円もすんだよ、クリームだな、いただきます、うん、フレッシュネス、フレッシュネスね、うん、あ、うまいね、うん、あ、おいしいな、これうまいな、いや、うまいな、バンズがちょっと色味が違うと思うんですけど、黄色いね、なんでこれ、栗かぼちゃを練り込んでほんのりちょっと甘いバンズに、甘いバンズにしてんだ、おしゃれ味じゃん、そういうのもじゃあちょっと工夫してんだね、前菜の塩昆布の逆版みたいなことですよね、あ甘みで塩味を引き出すみたいな、なるほど、はい、どういう感じな味なんですか、あの全部言ってない、アボカド、シュリンプ、バルサミコクリーム、バーガーって感じ、全味バーガー、全味バーガー、まあ何も感じなくないよね、はい、全部感じてるよね、誰かが消えてることはないですね、ただそのパンの甘いのはちょっと効いてるよね、はい、うん、また全部だ、全味バーガー、パン甘いのだいぶいいですよ、効いてるね、だから言われないと分かんなかったかもしれないね、うん、なんかまた欲しするんですよ、次ちょっと迷うね、隠し味かなこれ、決まったね、はい、うん、さあせーので、うん、せーの、はい、うわー、え母ちゃんとか負けた、最初の負けちゃった、なんで、ん、いやなんか全部がマッチして美味しいなって、わかる、はい、なんでってあんなお褒めてたじゃん、いや俺迷ってたからこっちも食ってみたいな、もう一回、うん、ただそのバンとこのタイトルからのインパクトはこっちの瀬戸内レモンが強かったから、はい、それだけ、うん、味はもう引き分けです、いや僕はこれやっぱその三村さんのこのさ、僕もシンプルバーガーが好きなんで、うんうん、なんか一番なんか木をてらってそうで一番ちゃんと原点回帰はありつつ、そう、はい、お肉のうまみはしっかりあったので、うん、これはなんかまとまってた感じです、ちゃんと、ね、そう木てらったようでいて、そうなんだね、そう、味はあのバーガーなんだ、味はやっぱちゃんとしてるっていう感じなんだ、そう俺もそう思うだからインパクトでダンとこう、はい、食べた時のなんだこれっていう衝撃分、そうですね、瀬戸内は。でも納得です、それでも。じゃあ一旦ね。一旦そうですね。納得ですも何も、それだからね。そう、はい、21だからな。さあ、続いて。続いての商品がこちらになります。ロッテリア、ヤンニョムチキンバーグ。うわー、そんななんだ。ちょっとこれトライしてるね。ロッテリアだとこっちのヤンニョムチキンが出んだね。ああ。ロッテといえば韓国みたいな。リサ、今ヤムニョン、ヤンニョム、そのヤムニョン、ヤムニョンってムーとウンの位置がちょっと変わっちゃったよ。よく聞いたね。俺納得いっちゃってヤムニョンで。でヤンニョン。いやヤムニョンと味付きのカルビとかの、はい、味のね、はい。濃いですよ多分絶対に。濃いね。濃いだろうね。これがだからどうな、我々にはどうなる。だから今までとちょっと違うから、はい、いいかもしれない。味はパンチあると思います。うん、美味しいって感じちゃいそうな。いくらこれ。こちらは480円です。おー結構するな、やっぱイテウォンクラスとかの流れでずっとね、うん、ヤンニョムはもう、うん、うわー、あー強そうだね、ちょっと香りすごいです、あのスパだいぶスパイシー、どれがヤンニョム、うまそう、あのそのまとまりついてるタレ、まとまりついてるやつだよ、はい、レタスをヤンニョムって、そのあれですよね、チキンそのものがもう、うん、甘辛ソースで味付けしたチキンがヤンニョム、あ、うめえな、うわこれヤンニョムやべえな、ずるいっすね、この打席全然違うもんね、感じは、あ、うめえ、ちょいピリ辛なんだね、はい、ちょっと胡椒のペッパーの感じもしますね、ちょっとこの、うん、あれうめえ、うまいな、すげえうまいな、三村さん、そのチキンですけどね、一応これ、あ、味付けが初めてな感じ、うわ、ビール飲みたくなる、うん、バーガーっすね、うん、うあ、辛口バーガー、あのカツサンドみたいなね、なんか、はい、なんかね、はい、ソースじゃないのに、はい、
ケチャップ的なカツサンドとか、うん、スパイシー、そう、これ美味しいな。だからこのタイトルだと俺は食いつかなかったけど、食ってみたらいいね。じゃあ判定しよう。はい難しい。白マリがちょっと辛くなっちゃったけどね、はい、結構辛い、ね、結構辛いです。あとあときますね、うん、さあ行きましょう、うん、フレッシュネスが暫定ね。はい、じゃあ挑戦者、せーの。おお、うわ、大丈夫です。行った、うん、大丈夫です。だから行きそうな感じだったよ。で俺行ってもいいかな、どっちだろうってすげえ悩んだの、うん、だから大丈夫です。あ、合ってるね。合ってます。これ少数派の方が大丈夫ですけど、やめません。怯えて、大丈夫です。頑固に、いやこっちだろうって言うことじゃないのよ。はい、別に大丈夫ですね。やっぱチキンでハードルが高いってことですね。なやっぱオーソドックスに戻りたくなっちゃうのかなって思ったんだけど、ちょっと甘みもあるしね。ただ衝撃の美味しさだったんで、ヤンニョム橋本はこれ正直一番うまいです。もうこれもちょっと奥のスパイシーな具合と塩気、うんうん、結構これバクバクいっちゃいますね。分かる、抑えたぐらいです、うん、まだあるんで。ああ、俺もそう。なるほど、これでフィニッシュでいけるし、まるまる同じ意見。あ、そう、一番うまい今日。意外です、なんかスタンダード好きからしたら、うん、大谷さんが選ばなさそうじゃないですか。そうだね、はい、スタンダードよりスタンダードじゃないね。三浦さんはザ・スタンダードだけど、俺ちょっとこう辛みが入ったり、うん、あ、これじゃあ結構今日の1位です、うん、で俺もだよね、うん、だ同率だったわけだから。納得してる。これとこれ同率だったわけだから、もう恥ずかしいことじゃない。逆に嬉しいぐらいだ。あ、こっちが勝って、ニュースターが出て、ニュースターね。じゃあニュースター誕生で、ニュースター。じゃあこれで入れ替わった。うん、これ逃げ切っちゃうんじゃない。逃げ切る可能性あるな。では続いての商品になります、うん、続いての商品はこちらです。ファーストキッチンテリヤボベーコンエッグバーガーです。こちらもアボカドを使った商品なんで、多分一、うん、回破れ去ったのに亡霊のようにもう一回来てる。そうですね。ただベーコンアボカドセットはないもんね今まで。うん、でソースがやっぱりこう甘いんだよテリーで。今のやつの後に出てきていけるかな。ベーコンは言いたいんですね、テリヤボは略して、うん、そうだね。だから、はい、今の辛みがあったから、これがテリーが甘すぎると限定になる可能性もあるよね。そうだね、はいはい、どう交番としてちょっとね、しょっぱさの口で来てるんで、うん、そうだね、うん、これは危ないな。強敵ですよこれ結構。こっちはアボカドって、アニカドねえ、コスト的にかかる。すげえじゃんアボカド感これ、ほら、うわ、はみ出してるね緑の。パンがちょっとね美味しそうな色の、はい、うん、あるかもよ逆転。この一度ベーコンのとこね。うん、あ、やばい、やばい、優しい。なんか照りがちょっと甘いのかな、ちょっとこうホイップクリーム入ってんじゃねえかみたいな雰囲気ない。うん、わかります、わかります。なんかね、はい、スイーツ的な部位あるよね、はい、だからこのアボの中にアボクリームが入ってる、入ってちょっとバニラっぽいというか生クリームっぽい、なんかありますね。それがどうなるのか、うん、負けるのか。さっきのあのパンでかぼちゃの甘み入れてたのを、もうタルタルにちょっと甘み足して、うん、各社こちらはバンズの方に醤油がちょっと入ってるんで、多分色味が、あ、そうなの、違う、バンズを工夫してんだねみんな、うん、うわちょっとやば。あとその先ほどの多分ホイップみたいなの言ってるのは、クリーミーなアボカドとマヨネーズに醤油ベースの八丁味噌とガーリックを加えたものが入ってます。八丁味噌です。味噌の甘みですね。そうか。で生クリームみたいな。はい。美味しい。うん。食っていくうちに、これも食っていくうちに。醤油と味噌で日本人の。ここ行ったら次これ買うかもしれない。負けちゃうかもしれないけど。そうです。なんで予告するんですか。上げてからでいいです。上げてからかもしれないけど、上げてからでいいです。分かんない、上げてからでね、いいじゃないそういうのは、うん、うん、だ暫定はヤムニョンね。ヤムニョンヤムニョンです。ヤムニョンヤムニョンヤンニョンです。ヤンニョン、はい、挑戦者がこの、うん、テリアボね、うん、せーの。おもう全然、もう全く問題ないです。やめろつ、全く問題ないです。やっぱバーガーってセルね、セルね、はい、セルね、めちゃめちゃおもろいっすね、ね、なあこれ
だからやっぱちょっとちょい甘い、甘いな、甘いっす、甘いっす、はい、いや、うん、スイーティーだね、スイーティーですね、うん、スパイシーで辛いからの甘みで僕はもう打ち取られちゃいました、ね、ああそうか、やられてうわーってフォークうわーって緩急、はい、美味しいってなっちゃいますよ、美味しかった、いや納得ですね、全然僕がどっちでもってても、はい、いやいい戦いでした、いい戦いです、うん、次チーズバーガー来たらどうしよう、いや春に出さないで、新作なんで今までなんで出してなかったんやから欲しがってんのそっち、レモン、あーレモンアドバゴアドバゴアボカドですアボカドでもう何にも言えないのよアドガボアドガボこれでツッコミだから嫌になっちゃえではさあラストだな、続いての商品がこちらになります、バーガーキングビッグベッドです、すげえの来たじゃん、これやばい、ビッグベッドってどういう意味なので大勝負みたいな、ベッドかける、ベッドした、かける、あ、うん、なるほどね、これで勝負いくぞっていう、ダブルベッドだとベッドだよ ね、 ねって思ったよね、うん、ベッドする、どういうやつよ、 こちらは、金額が1190円、うわ出た、ありまして定食だよ、そうですね、ね、しかもいい定食だよ、いい定食で 100% ビーフパティを2枚使用して、うんうん、チェダーチーズを2枚重ねてオニオンなどフレッシュレタスを挟んだ、ズーリーな、三浦さん絶対こっち買っちゃうじゃん、まあバーキンだろうね、バーキンっつってんのこれバーガーキングバーガーキングバーキ ン、 バーキン本当バーキン行こうよ、まあ俺初めて言ってみたけどバーキン、すごい若者とフィットしました、バーガーキングあんま俺んちょっと一応ないから、いや俺もないっすね、これ1位になってもどうしよう、ただすげえ人気あるもんねバーガーキング、いやすごいっす今、あうわでっけえなやっぱり、これ勝負出てんな、王道だもんねこれ、アメリカのバーガーじゃねえか、チーズバーガー出たりしてねっつってさ、ほんと出たよ、やばいぜこれ、買っちゃうかもよこれ、いただきんぐっていうの言わなくて流行りそうですけどね、いただきんぐバーガー、うわ肉だね、いわゆるだな、うん、ハンバーガー食べようってさこれだよね、うん、This is ですね、 This is だね、ピクルス入ってる、うん入ってる、ケチャップ入ってる、これ入ってないね、入ってないね、玉ねぎですかねこれ、味がないんですよ、シャキシャキオニオンみたいなの入ってません、味をチーズと肉だけでしてんのかな、下の方になんかタルタル、オニオンは入ってます、え、オニオンは入っててレタス入っててピクルスも入ってる、ソースは、ソースは、特製オーロラソースになりまして、マスタードと白ワインビネガーを、ああピクルスの食感とともにトマトペーストと合わせた、肉の旨味でほぼいってんすねこれ多分、そうか、ミノさんがねケチャップくださいみたいな注文して、お前だろそれケチャップもらえますかって言っちゃいそうな注文しそうな、まあ大体俺のせいにしてる時って大体俺が自分の感想なのソースはって聞いちゃうぐらいだからね、うん、うまいな、でもこれがザだね、うん、ザハンバーガー、ですね、ザハンバーガーキングだわ、バーガーキングだこれ、うん、これは挑戦者ですからバーガーキングは、いきますよ、はい、せーの、おー大丈夫大丈夫、大丈夫、今2人はそっち行くんだろうなと思ったら、俺はもうこのザキング、うん、これは肉肉しいのハンバーガー、はい、今日初めて食った、はい、やっぱバーガーってこれなんだろうな、好きですよね王道がやっぱり、ええ、うん、アメリカで食ってるみたい、いや確かに、ただちょっとケチャップちょうだいって俺も言っちゃいがちなの、はい、これの場合、はいはい、だからその分大丈夫そちらでチームでチームとして、うん、橋本もしかしたらこっち入んじゃねえかと思ってそっち入れたわけじゃなく、違います、僕はもうおっしゃってた通りです、僕も おソースの味何味なんやろうなと思ったんですよ、だからやっぱヤンニョムとかの強さね、強さを売って、うん、もうちょっとなんか味欲しくなっちゃったんですよね、一回なんか感じ強くなっちゃってるね、はい、口が、うん、でさっきのタルタルも挟んでるじゃないですか、うん、あのアボカドタルタルも、うん、挟んでるで、はいはい、ちょっとソース強めのが欲しくなっちゃったっていう順番の妙もあるかもしれないですけど、順番の妙はあるわね、だから最初にこれが来てたら違ってたかもね結果はね、はい、うん、もしかしたら、なるほど、ということで今回チャンピオンはあれだ、ヤムニョム、でもなんか納得の感じする、ステリアの食ってる、はい、納得ですけどね、納得の感じします、うん、納得だ、もう一回食ったけどうまいわ、
うまい。甘辛いだけじゃなくてちゃんと奥にスパイシーなんですよ。そうそう、チキン柔らかくて、このスパイシーがやっぱいいわ。うわこれうまいな、うん、やばいですね、うん、ヤンニョム優勝する。やっぱ変化球のちょっと大会だから、やっぱ王道今回はね、不利だよね、カル、うん、の新作ですからね。チーズバーガーも不利だった、うんうん、今回はいろんなくって感じですかね。えまあいろんなしいろんない、いやこれはいろんないんじゃないですか。ヤンニョムいろんなし、うん、よかったね。割れたよ毎回毎回、うん、でもそれぐらいまあまあ競ってたわ。競ってた ね, 競ってたね、うん、じゃああえて2位だと、今回惜しくも2位だったとしたらどれ始まる。いやこれは1位、まあ、僕でも結構アボカドタルタル好きです。あ、うん、あの味噌と醤油のあのギキワキワの、はい、ファーストキッチンだった、はあ、僕あれ好きです、ね、あれね、まさかの このヤンニョム、あの甘い感じの、はあ、甘い感じは結構、うん、俺あの最初の音が恋しくなってるね今。最初だいぶ良かったです。あれだいぶ良かった。もう一回食ったらどうなんだろうみたいな。意外と上位だったのかな。いや上位でしたね、あれ、うん、ヤンニョム終わりの瀬戸内レモンやったら危なかったかもしれないですね、うんうん、さっぱりなんで、うん、一回そのなんか統一王者みたいな決めてほしいですね。季節で優勝して最後ちょっと特別に作っていただいて、うんうん、どれが1年で一番うまいやつなんかっていうのは、それをだから全社で出すとかね。ああそうですね、それどこでも買えるとか、うん、ってほしいな、はい、いということでね。じゃあ橋本さん、はい、今日も以上だ、ありがとう、はい、大体そうですそうか、大体そんなおいっていうなんで帰らなあかんねんとかです。大体そうです。もう終わったなって感じしたんで、別にそんな思うと確かに終わったよな。終わりました、別に全然気持ちよく帰れます。終わったよ終わったね、うん、じゃあまた来て、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。スケジュールを見るとあないんだ。そうね、10年近くに続けられたことの凄さですかね。そう、そっちなんだよ ね。ありがたいですよね。この砂いいねとかね言いたい。サマーズチャンネル。